分ですね。いですね。あのみなみさんって踊りだけやらしたら化けるね、やっぱり。化けますね。瞬発力。ね。すごいですね。なんか。どうもお疲れ様でした。さすがといえばそうなんですけど、やっぱり化けますね、あなた。ちょっとセクシーダンサーとは宇宙企画っぽかったですよね。雰囲気がね。いや、それはそれで良かったんじゃないですか。うん。カラーを破けなかったんです。セクシーダンサーという。なんかこう、みなみさんとかがこうやっておりるところ。あ、まだやっぱりそれがあるか。それはやっぱり破らな君だ。ねえ。あ、そうですか。はい。どうもありがとうございました。みなみさんとかセクシーダンサーの皆さんでした。さあ、続いてはですね、キングオブソウルの皆さんの登場なんですが、出ました。まあ、来るべき時が来たかなっていう感じですけれども、あれですね。ヤマさんじゃない。ジョン・トラボルタ。ジョン・トラボルタですよ。ジョン・トラボルタ。ついに来てしまったって感じですね。でも、あの当時もやっぱりバリバリでそれを踊ってたわけでしょ、今からやってる。そうです、そうですね。当時としてはね、最高のファッションだったと思うんですよね。やっぱこういう格好してました。そうなんですよ。こういう格好してました。じゃあ、とりあえず、はい、いただきましょう。頑張ります。スタンバイお願いします。朝起きて、今のこう日本人の忙しい日常を描こうと思いまして、題して、そうです、AD の一日。誰のことやってる。AD が前の日も仕事が遅くまであって疲れて、朝起きるんだけど、気持ちよく起きるんだけど、また寝てしまう。二度寝三度寝するわけですね。皆さんにも経験があるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いします。I'm sure you see this kind of dream. It's message released by MRT. 点5分吧。見てきましたけど、続いてはですね、モアディープとそう 3P のジョイントショーをお送りいたします。はい、ちょっとお話を聞くわけですね。そうですね。わかりました。じゃあ、マーティンの皆さん、そして 3P の皆さん。おかしいね。もうええねもう。なんかそばに来るとなんか。この2組でなんかやるっていうのは別とかよそでもやってるんですか？2組ではシェイパーティーをね、別々で出て、彼女だったらもちろん前座なんですが、もちろん前座やけど、同じパーティーでっていうのはナイトクラブに一応ショーだから立てて貯めてそれからバーン。そのね、このキスマークは誰なの？これはなんとタイのリーちゃん。やられた？いらんことが後ろに待って。ハニー君らでも飯食ってんのか。そう、なんかしばらく見ないとまた見たくなるんですよ。ちょっとね、聞いてしまったでしょ。で、そこから頭にあったから今回見たら別にね、気持ち悪いでしょ。そのダンス気持ちよくはないでしょ。ねえ、はい、どうもありがとうございました。MRT の皆さん、そして 3P の皆さんでした。はい、さあ、続いては最後になりますけど、最後はこのお二人です。どうぞ。お分かりですか？何やこいつは。ガラッと変わってしまいましたけど。変わりましたからね。前回のグランドチャンピオン LP ガールズのお二人です。お約束通りレコードデビューするんですよ。らしいですね。ほんまに？そうですね。4月21日に発売です。4月21日にレコード発売する。ラブキャンメンこれ何、英語？全部英語。歌ってるんですか？黒人の女の子がボーカルで歌ってくれて、私たちはサビの部分をこう一緒に歌ったりとか今回はその踊るだけはなしに歌って踊ってとりあえずスタンバイしてください。はい、スタンバイよろしくお願いします。嬉しいですね。この番組からまた新しいスターがね生まれますね。それでは今日メンバー全部ここのステージに見てください。この変な集まりすごい。これは大倉いらんねや一人なんか色もっていう感じ。皆さんと楽しく過ごしてまいりました。今夜のハウスパーティーいかがでしたでしょうか。来週はですね、いよいよグランドチャンピオン大会ということですね。ウィークリーチャンピオン9組がチャンピオンの座を競います。はい、そうですか。ほな今までの方がまた勢ぞろいということで、次が大会を決めるということですね。はい、そうです。わかりました。ということで来週はグランドチャンピオン大会でございます。皆さんお楽しみに。なところで最後は全然せーの